と単調は西洋音楽における調の一つで、とオトオシオンとする単調である。調合はフラット2箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は火星的単音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名動音的に変えられることがある。トタン調はバイオリンの最低限の開放弦を主音としており、他の3本のうち2本の開放弦が音階に含まれるため、バイオリン曲が多く書かれている。さらに、チェロとビオラでは、超弦的に明るく華やかに響く調べであるので、バロック時代の還元楽や、弦楽合奏曲では、バイオリンの低音域で厳粛かつ神聖な雰囲気を、 表現する手段として多く用いられた。シャルパンティエはこの蝶について原種で壮霊と述べている。マッテゾンは真面目さと愛らしさを持ち合わせている。最も美しい蝶と述べている。モーツァルトの曲の分析では種を予感させる調整としてしばしば言及される。カテゴリーと単調を参照。ありがとうございます。